正式に彼女3人になりました。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、第3話の反応集行ってみよう。マジキチラブコメ来た。見るアニメ間違えました？別アニメ始まったか。早速アニオリ挟んできたぞ。なんか違うアニメ始まってません？何のアニメだっけ？そんな出会いある？ BGM がリアスのそれなんよ。俺の運命の人？3人目、二股中。ヒロイン3人目にしてもレンタロウの理解が早くて安定感じある。3話で3人目って本当に100人出せますか？今期最走派なランやろ。オープニング来た。オープニングがナチュラルに狂ってるのくさ。オープニング見るだけでこの主人公大変だなってなる。これだけでもまだ原作より圧倒的に少ないの本当に草。グルメ界の聖徳太子。なんかよく見たら観音出て笑う。やっぱこのオープニングちょっと頭おかしいよな。冷静。いきなりすごい矢の茜が送り出してきてる。ミカちゃんみたいな髪型してるな。目を合わせながら下がるのくまえの対応か。クソ可愛すぎんだよな。キャラデザ声仕草すべてが完璧です。なんだこの愛くるしい小動物は。長野はマリアさんが演じるキャラって魅力的な子が多いよな。小利少系ヒロインか。川柳少女みたいな障害か。本の内容を一言一句把握している。本で会話するの能力高すぎん。脳内に全部インデックスされてるのか。忠実に会話禁止を守る図書委員の鏡。3人目にしてめちゃくちゃヒロインが面白い子だ。書くことすらしないの無口筆談キャラ極まった感じあるな。オタクもアニメキャプで意思表示することあるからね。会話が苦手って意思疎通が苦手って意味じゃないのか。困惑。ハッピーエンドプリンセスですわ。僕もハッピーエンド大好きです。ぴょこぴょこ背が足りない。かわいい。なんだこのかわいい生き物は。ちっちゃくてかわいいね。その遠さで文字読めるのかよ。いっぱい持ってきた。いや多すぎ。しかもハードカバーしかない。このコメちゃん子かわいいな。全部借りるの？司書の先生かわいいな。七デカでか。モブのキャラデザじゃないだろう。なんで借り出しカードに1週間もかかるんだよ。カード作るのに1週間かかる。クソ仕様すぎん？学校の図書館でそんなことある？学校の図書室なのにめっちゃ使いづらいな。そもそも冊数が多すぎて一度に借りられないよ。なんで校内利用なのに自由に借りれないんですかね。かわいいっすね。本が好きで静かな子なんだろうな。読めるのその名字？よく一発でその名字読めたな。さすがにそこは本じゃないんだ。こんなに可愛いクラスメイトの顔覚えてないんですか。マジで一言も喋らなかった。ヒロイン同士でイチャイチャしてる。この二人がもう過去の女化してる。図書室にそんな本あるんだ。遠近法により太ももの太さに差があるな。新ヒロインが登場したらどんどんおフルになっていくヒロインズだぜ。あんたのためじゃないんだからね。この二人に三人目のことどう伝えるんだろうね。サークレットプリンセス。サークレットプリンセスの名前出てくるまで10秒くらいラグあった。カマクルって名前すごい語呂悪いな。ブルーレスサファイアドラゴンさん。そのドラゴン原作者ご存知？このドラゴンフリーレンにいなかった？魔界村みたいな鎧してるな。あくまで本の内容です。プリンセスフォームにやっとるな。なんか主人公がやたら強い放浪の騎士なタイプの英雄たんだ。騎士なら姫との結婚はギリ許されるんじゃないかな。感情移入がすごい。なんで顔赤くなってんだよ。こいつ自分をキャラクターに当てはめる系なんかな。一巻の終わり物理。一巻の内容が熱すぎないか。ビクンビクンしてる。教室でも腕章つけているんだ。中の人の仕事が少なすぎる。二巻持ってきてくれてる。今日のこいつらレシピしか見てなくて草。すっかり過去の女になってしまった人たち。やっぱりヒロイン同士でイチャイチャしてる。君たちも付き合っちゃいなよ。彼女二人が仲がいいので何か放置してても大丈夫感が出ている。また缶ジュースおごってる。こんなロリっぽい JK が缶コーヒー飲むか。俺もラブコメとか詳しいよ。オフィスラブコメとか。もう吉本さんと付き合って、あの二人は女の子同士で付き合ってもらおう。すげえ小さい音でフフって聞こえたな。愛情、読み上げありがとう。もう写経したことあるレベルだろ。客張りゲーみたいなもん。実況民も的確なタイミングで的確な客を上げますよね。
何百回も読んでるのか記憶力が良すぎるのか。どんなに読んでもそれは無理だろう。さりげにすごいスキルだよな。一つの作品をそこまで読み込めるの本当にすごいと思います。いい子なんだよな。君のことが大大大大大好きになっちゃう。バイブリーアニメーション、綺麗な瞳へのこだわりを感じる。静香さん可愛すぎる。小動物って言葉がよく似合うわ。ちょっともう涙腺に来てますね。まさかお前も身につけるつもりなのか。その会話法。1話2話は5秒に1ツッコミどころぐらいのテンポだったけど、今回はだいぶ普通の速度で進んでいるな。王にしあぐりさんの声が聞こえる。またニューデカ司書さん来たぞ。ここ可愛い。先生にも同じ会話方法なんだ。先生もこの会話方法に慣れているんだ。ちょっと中二病っぽくなってるのくさ。普段どうやって生活してるんだ。あれから3日経ちました。レンタロウ、さすがに期間を空けるのは良くないぞ。イチャラブ現場目撃来た。他の女をはめらせてるぞ。毎晩夜遅くて意味深。男の子だしね、仕方ないよね。いろいろ想像したな。ピンクのすぎる。スケベヒロイン最高。はかりさん可愛いんだよな。こいつらの脳内さ。真っ白に燃え尽きた。自分から仕掛けといて燃え尽きるな。ヘッドバット来た。女の子が頭突きしてくれた。付き合ってる人いたんだ。なんか二人いることには触れない。脳が破壊されてしまう。普通はこんなシーン見たらショックだわ。しかも二人だもんね。お前もその付き合っている人の一人になるんだよ。前回は激烈に頭の悪い話だったのに、今回は恋愛ものらしく話が進んでいる。脳内だとちゃんとセリフがある。中学の時の静香可愛すぎない？心が折れてしまう。負けないで。漫画アニメの癖強キャラ付けに容赦のない場と。劣悪家庭描写きた。親とも喋られないのか。闇の深さが団地なんですが。喋るのが苦手な子もいるんですよ。やっぱり性格じゃなくて本格的に病気だったのか。ヒステリック毒親の影響か。辛いよな。コミュ障オタクに刺さりまくる内容。全く予想もつかないところからお辛い展開になっている。お礼をしたいと思って。意味深。アプリのお誘い。本当に安全なんですかね。こうして GPS を仕込むんだな。どうやって送信先指定したんだ。喋った。どうやって録音したんだよ。読み上げ精度高すぎる。フリック入力でわざわざ文字を打ち込んだの。わざわざ打ち込んでたのか。すごい。スマホ実況民並みの速度やべえ。打ち込むんじゃなくてスキャンでよかっただろう。ここでゆっくりボイスだったら面白かったのに。借りた本裁断して自炊したのかと思った。長野はマリアさんの電子音声リリースの伏線。なんだこいつイケメンか。これのために毎晩夜鍋をしてたのか。100人彼女を作る男なら一晩で本一冊フリック入力で打ち込むことくらい余裕でできなきゃな。相手の目を見て会話ができる。大胆な告白きた。大胆な告白は女の子の特権。マーコンだけやってもらえたら惚れるわな。付き合うと死んでしまうからとかそんなんじゃないの。偉いね。3人目ゲットだぜ。これも静香さんルートでよくない？前世共鳴してきたな。これが一巻の続きってわけか。すげえ感動的みたいな演出しててくさ。何だよ、まさかこのアニメで感動するとは思わなかったよ。でも三つ股してるんだよな。彼女が増えました。脳みそ腐ってんのか。富田さん、チュツ様が漏れてますよ。発狂しすぎ。大事なことなので2回言いました。こいつも狂ってる。この女はもうダメだ。カラネのツッコミがキレキレすぎる。はかりさんめっちゃ都合のいい女すぎる。いや、もう腐ってるものに防腐剤入れても意味ないっす。恋人への愛を化石燃料で例える男。ちょっと何言ってるかわからない。よっしゃ、一夫多妻の国に移住や。100人彼女を作らなきゃいけないのに、ほんの倫理観でやるの難しすぎる。王の器だろ。からきりきた。勝手に死のうとするな。急に責任の取り方が鬼殺隊になったな。静香ちゃん状況ついていけてないじゃん。かわいそう。かわいいね。やべえ、検索してるけど。あと97人いるとか正気の沙汰ではない。最高のエンディングきた。3話で3人目まで来たぜ。この後どうするんだ。3話で3人ってことは、少なく見積もってもあと97話確約されてて助かる。バカ笑いできるアニメっていいですよね。
めっちゃ丁寧にやるじゃん。一番好きなエピソードだし大満足の3話だったよ。原作の良さがあるとはいえ、バイブリー史上一番全てが噛み合ってうまくいってるなと思うアニメ。この調子だと4年に1回出てくる彼女とか、数十年ぶりに登場する彼女とかでできそうだよね。小説の本文まで作り込んでるの地味に感動したわ。今回脚本も演出もいいね。初の追加彼女の扱いってかなり大事だから、時間かけて丁寧にやるだけの価値あったと思う。脳みそ腐ってんのかおめえ。だけで終わるとただの浮気男だから、不審で死ぬ覚悟を強調してくれて安心したわ。イヤーさんは良かったわ。でも長々はマリアのセリフ少なすぎてもったいないな。静香ちゃん会だった10月22日って国際喫音啓発の日なんやな。すごい偶然なんか、それに合わせて狙ったのか。毎週イカれたヒロインとイカれたことするアニメかと思ったら割と真面目だったな今回。2話までと空気が違いすぎる。こういうちょっとボサボサな髪型の女の子っていいよね。静香ちゃんメインは重くなっちゃうんだよな。レンタロウの彼女にならなかったらどうなってたんだろう。というキャラは何人かいるけど、静香ちゃんは間違いなくその筆頭だよな。新キャララストドン引きで可愛かった。キャラデザインいいな。女のためにする努力がとんでもないな。こいつなんでこんないいやつなのにモテなかったんだ今まで。運命の人が100人いる反動で、運命の人以外からはヘドが出るほど嫌われるんだよ。要は今までモテなかったのすらも全部神様が原因。静かに無理に喋らせたりせず、彼女にちゃんと寄り添ういい男だったな、レンタロウ。結ばれないと死ぬから、百股も辞さないではなくて、あくまで運命の人を好きになったから愛するというレンタロウのスタンスは好き。死ぬから付き合うんじゃない、幸せにするから付き合うんだって明確な方針決めたの熱いな。レンタロウは彼女たちに付き合えなければ死ぬってことを言わないのがいいよね。本で会話する鬼人より、恋人がいるのに普通に告白する主人公の方が頭がおかしいの、すごい。個別ルートに入ると他のヒロインがフェードアウトするエロゲギャルゲを思い出す流れだった。攻略対象に選ばれないとヒロインが悲惨な結末を迎えるって設定もそれっぽいな。新しい彼女を落として紹介するたびにツンデレが切れてしまうのか。何人も増えてきたら忙しくなりそうだな。ツンデレちゃんのツッコミがいいよね。当然そういうリアクションになるよな。すごく丁寧で文句の一つもないんだけど、このケースで6人目の話までいけるんだろうか。ということで、百花の3話視聴させていただきました。3人目の彼女、吉本静香ちゃんがレンタロウハーレムに仲間入り、彼女の話は2人と毛色が違うと言いますか。このアニメらしからぬシリアスな空気で、まあちょっと驚いた人もいるかと思います。でもバカだけじゃなく、こういう角度からもアプローチしていくのは嫌いじゃないです。何よりこの小動物的な可愛さの静香ちゃんの一挙手一投足がもう見てて癒されるんだよな。そして静香ちゃんがいつも愛読してる本の内容を自分とリンクするという劇中劇もあったのですが、この部分も結構な兄織を挟んでいて、いきなり最初のアバンから囚われた姫として出てくるのがすでに兄織でした。この劇中劇の姫バージョン静香ちゃんも可愛いよな。こら結婚不可避ですわ。静香ちゃんに関しては家族のことにもう一歩踏み込んだ話もあったりするのですが、今のところ毒親でしかないからな。他にも図書室の司書さんとのやりとりも膨らまされていて、静香ちゃんの良き理解者見たくなってるのも良かったです。しかしこの司書さんもでかいし美人だよな。この人も彼女になってもいいんじゃないかな。新しい彼女が出てくるたび、古い彼女が使い捨てみたいになっていくと思ってる方もいるでしょうが、そんなことはないとだけ言っておきましょう。彼女増えていくだけの話じゃなくて、ちゃんと合間合間にキャラに寄り添ったエピソードもやってくれたり、全員の話でもちゃんと出番与えてくれるので、誰かが影薄くなるってことはないです。ましてやこの1クールじゃ5人までだし、思う存分彼女たちの魅力あふれる展開をやってくれるんじゃないでしょうか。それがわかるエピソードが次回だと思います。多分次回はものすごいバカな話だぞ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。